だって難波さんとか足立さんとかの武器も買いたいし、なんかやってみようか。あ、これだー、緊急戦闘依頼これか。ちょっとやってみようか。どうした、どうした、どういう人たちなのどういう人たちなんだ。ちょっと話しかけてみようか。ひー、勘弁してください。ヒーローは罠なの。確かバイトヒーロー .com の依頼人だよな。どうするか、やってみよう。でも報酬金高いんだよな。さ、片付けるかね。大丈夫か。何のためぶっ殺してやる。かかってこい。もうとりあえず倒せばいいんだ。へえ、これで俺の番ね。ちょっとどこ行くんだよ、荒くれピッチャー。おい、どこ行くんだよ。ほら来いよちょっと、いいな、陽気な敵だな、楽しい。俺の番だな。はい。これ倒して2万いくらもらえるんだったらめっちゃ良くない？ヤクザ狩りしてるより絶対いいよね。でもこれもヤクザだけど、ヤクザじゃないよ。イエーイ、スジモン情報もゲットしたぜ。めっちゃ美味しくない？これ本当にもらえるのかな。ありがとうございました。いいサービスですね。また使わせてもらいますね。これで終わりなの本当に。任務完了。マジか。超良くない？おお、すごい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 。いいじゃん、ちょっとお金貯めようよこれで。お、なんかやってる。これもやっとこうか。泥棒扱いされた挙句に荷物を見せろと絡まれています。お、これも戦えばいい感じじゃない。骨が折れそうだな。やってみましょう。酔っ払いか。たちの悪い男たち。おい、来た。あ、全然、あ、いや、ちょっと強そうか。いけるかな。これで、あ、だいぶ酔ってんの。よし、いくぞ。余裕でしたね。このくらいのクエストが続けば本当に美味しいね。お金がどんどん貯まる。そういいのか。こいつからは元気ない。強くなっちまったか。びっくりした。現金0円になったから。ありがとうございました。来てくれなかったらきっと荷物を渡してました。また何かあったら頼みますね。呼んでくれ。このくらいであったらこれで1万円もらえるんでしょ。完了。1万円、でかいでかいぞ。じゃあ今度こそこれいってみようかね。でもこれバットだと思うんだ。バット、あ、これか。なんか見たことあるっていうか、あれ、なんかこの辺通ったことあるよね。ここか。お、ここが足立さんの言ってた工場か。誰もいねえのか。誰もいねえのか。おい、おい、すんません。あ、喋った。フルボイスだった。お、女の子。なんか様子か。お、女の子だ。サブストーリー、どん底から共に。バットを直してくれるって聞いてきたんだけど、あんたここの人。バットどんな風に改良するんだ。サワスミレス。サワスミレちゃん。こう見えても一応ここの工場長なんすけど。工場長、すごい。工場長、すごいな。後ろピンク、可愛い工場だな、ね、若い女が工場長じゃ不安すか。いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか。そうそう、鉄、鉄線ぐるぐる待ちのバットです。どうにかなりますでしょうか。まあ広いもんだからな。勇者のバットね。でも大事なバットなんだよ。っていうか
もしかしてこのバットって勇者シリーズ？勇者シリーズ？なんだそれ？何それ？製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。そんなバットあんだ。まさかお目にかかれるなんて。すごい、超テンション上がってるじゃん。すごい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 。ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。そんな、本当か？まあありがたい、ありがとう。こんなレアなものをいじれるなんて修理工妙理につきますもの。ぜひにぜひに。すごいな。ありがとうよ。楽しみだね。じゃあ早速作業に入ります。え、ピンク、かわいい。よっしゃ、行くぜ。何する気なんだ。でも最後の仕上げ。よっと、よっしゃ、できた。光ったぞ。すげえ気合だな。だいぶ気合入ってたね。あたし元ヤンなんで何でもかんでも気合入れたがるんすよね。元ヤンなんだ。それより、はい、これお待たせしました。おお、すごい。すげえ、ピカピカだ。新人みたいにピカピカになってるじゃねえか。すごい、これ攻撃力とか上がってんのかな。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっすよ。すごいじゃん。硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。もっと強固できていくのかな。使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだなあんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。すごい。経営の腕の方はからっきしなんだけど。そういや、ガランとしてるな。確かに誰もいない。なんか後ろにクマかウサギかいない大きいやつ。かわいい。あんまりっていうか全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前ですから。修理工なんて入らないんすよ。そうなんだ。それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作ってその返済に機材の大半を売り払っちゃったんです。めっちゃ苦労してるじゃん。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。偉いよ、一人で工場も持ってんだから。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。元やこの工場を始めた私のじいちゃんは、どういつ構成したんだろう。すっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、そろそろ限界かもしれないっすね。そんな、こんなに工場可愛くしたのに。必要とされてないのかもしれない。いや必要だよ、バットもっと強化してよ。この工場も、あのよ、一緒に頑張ろうぜ。俺、今がどういう時代なのかよくわからねえけど。そうだね、わかんないよね。一番こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。そうだよ、今這い上がってる途中だから。一番も、まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。そうだよ、また来るよスミレちゃん。熱い人なんすね。今の時代珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんか。さっきの言葉が本心ならまたいつでも来てくださいよ。来ます来ます来ます。バットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせます。ただ次回からは金取らせてもらいますけどね。バット以外にもなんか強化できるもの？よろしく頼むぜ。結構スミレちゃん。なにわ製作所では強化の他に装備の生産も可能です。あ、作れるのね。なるほど。街を巡って武器素材や専用アイテムを集めたり、設備投資をすることで作れる装備は増えていきます。積極的になにわ製作所を利用し戦力を強化していきましょう。ああ、なるほど、ここで作れるのか。
えー、何作れんだろう。そういえばあれか、これ何に使うんだろうって言った部品みたいなやつって、はいはいはい、ん？電話？珍しくない？あー、さっちゃんか。面接うまくいったわ。今から接客するからあんたたちもすぐに来て大丈夫よ。さえこの紹介だって言えば入れるようにしておくから。わかった。さすがさっちゃん。オッケー。おお、これでメインストーリーも進められるよっと。ちょっとでも待って、さっちゃんちょっと待ってくれ。ここが気になる。何ができるかな今。やっほい。春日さん今日は何の様子か。武器の強化、生産をする。生産。釘バットね。あ、結構作れんじゃない？炎の角材。あ、でも装備可能。でも一番しかないんだ、この辺は。あ、なにこれ、仕込み、毒杖？うわ！あ、でもガが足りない。ガと雲。ガと雲。そういうの集めないといけないんだ。あ、これ、足立さん？誘導棒？いいじゃん。工事現場の誘導に使う道具に冷気をまとわせ、炎天下でも涼しく業務をこなせることを実現。いいなぁ。あー、でも結構まだ使えない。あ、鉄とかね。はいはいはい。あ、でもこれ使える人いないんだ。これは作れるな。謎の技術が使われた高熱を発する日本刀？あー、なるほど。あ、でもこれあれか。ハローワークかなんか、まだやったことないけどさ、多分ジョブチェンジができるんじゃないかな。今このジョブの場、まだと、これか。ちょっとこれ作ってみるか。最後の仕上げ。え、面白い。これはいろいろ集めたくなるわ。しゃー、できた。いいぞ。じゃあ足立さん、靴べらから誘導棒で。なかなかいい。お願いします。変えましょう。へえ、防具ね。成金冠、金のガ。うわ、虫って重要なのか。パイレーツハット。おー、なるほどね。あ、これ強化できるじゃん。バットバッと強化しよう。めっちゃ簡単だ。一番はとりあえず武器はよっとバットでいこう。よっしゃー、できた。いいねいいね、いいよ。できいいじゃん。で、あ、顔アタックゼロ必要なの？10個アタックゼロは確か買えるけど、鉄がないからちょっとこの辺は。あ、でもこの誘導棒強化できるよ。あとちょっと。よし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 、ちょっといろいろやること増えて面白くなってきたね。オッケー。じゃあ、まあ、さっちゃんのとこ戻りつつだね。なんだ？チェ、またダブリだよ。こいつバイトヒーロー .com から捜索を頼まれてた子供だよな。あ、そうなの？これもバイトヒーローなんだ。あ、こういう発生の仕方もあるのね。やっと見つけたぜ。バイトヒーロー .com のものだ。おい、あんまお袋さんに心配かけんなよ。早く帰ってやりな。おお、本当にバイトヒーロー .com に頼んだんだ。心配性なんだから。わかった、帰るよ。え、これでいいの？おう。捜査依頼が来てたお子さんなんですけど、無事戻ったと連絡が来ました。ありがとうございました。へえ、なるほどね。こういうのもあるんだ。完了。完了。え、これで2万5000円だよ。最高だ。楽しい。バイトヒーロー .com 楽しい。これが増えたね。彼女を探してください。あとこのさ、これ何？町のカッパを取ってください。実はこの横浜にはカッパがいるんです。
といっても象なんですけどね。カッパの象なんて見たことある？これもいたら写真撮ってこっか。お、いろんな物件が売り出されてんな。お、庭付き 4LDK とか売ってるぜ。庭付き 4LDK なかなかでかくない？そうか、俺は広すぎるのか。でかいよね。うん、いやでも子供とかがまあもしいたら 4LDK ぐらい欲しいけど。だがよく考えてみろ、庭付き 4LDK 維持が大変そう。全部にすぐ手が届く今のお前の家と、すべてバラバラの部屋に分散された不自由な庭付きの 4LDK、 どっちがいいと思うよ？なんとも言えないね。 4LDK じゃね。やっぱそうか。いいけどね、やっぱリビングあるといいんだよな。全然、いやでも最近やっぱりちゃんと撮影っていうか、このゲームする部屋と寝室とっていうの分かれてないとちょっと厳しいなって思ったりとか、あと間にちょっと部屋とかないと私の声がでかすぎるので、お隣の家に声響いちゃうなとか最近考えちゃうな。ここだよね、ここだよ、ね、こんにちは、リニー。うおー、チャイナ服かわいい。いらっしゃいませ。チャイナ服着るの夢なんだよな。いらっしゃいませ。チャイナ服着て写真撮ってもらえるとことか、いらっしゃいませ、行ってみたいんだよ。中華街にあるらしいんだよね、ピンクのね、チャイナ服着たいんだよ。こりゃなかなかちょっと気持ち悪いんだけど。あ、かわいい。え、ってことはあって、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。さっちゃんもチャイナ服着て出てくるってこと？反転工事にこんな店があったとはな。なことより、テイは？テイだ、やっぱりテイさんだ、テイさん。いや、テイはっていうより、さっちゃんは？はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。足立さんってこういう感じなんだ。女の子大好きなんだ。サイコって女の紹介できたんだね。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。ビップ席から指名受けてそっちに着いたわよ。すごっ、誰がいいんだビップ席。あ、ビップ席に手いるんじゃないの？ほら奥にある部屋。ほら、これはもうさっちゃんに任すしかないでしょ。絶対手そこにいるんじゃない。あの子中華系なんて言ってたけど、一番の顔、本当はただの日本人なんでしょ？あ、やっぱ本当に普通の日本人なんだ。あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。でも面接通ったってことは、なんか怪しまれてんじゃないの？大丈夫？ビップルーム係ってことで採用されたのよ。え？ビップルーム係？ビップルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いから、みんなあの部屋には行きたくないのよ。無事か？例えばリューマンの連中とか。そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。でもそんなことされたらさっちゃん簡単にブチギレそうじゃない？特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？手気持ち悪いんだ。そうそう、ちょっと絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから、退入で入ったサエコって子が当てがわれたわけ。いやでも大丈夫だと思うな、さっちゃんなら。じゃあサエコは今あいつと。いや大丈夫、サエコの方が強いって。説教してる。それにしてよこの変態。ああ、さすが。店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。気持ち悪いな。さっちゃん大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃ変態だわ。そりゃ変態だわ、間違いなく変態。キスとかおっぱい桃とか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だ。確かに。お前ら、なんでここに。いいな、チャイナ服ほんとかわいい。なんでって、あんたに会うためだよ、テイさん。
テイさん、覚えたぞ。テイさん、テイさん。やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだね。ちげえよ。ちげえよ。あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があって、ハンピン・リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ。リューマンはその辺のチンピラとはわけが違うんだよ。頼むよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。いや大丈夫。君ペラペラ喋りそうじゃん。高い忠誠心と固い結束力だろ。知ってるぜ。でも本当にそうなのか。あんたでもう一回試させてもらおうと思って。絶対喋ってくれるって。やんのか。ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえんなら話は別だ。そっか。こいつって手下とかいないんだ。一人で来てんだね。一丁またここでやるか。待て。お前の実力は分かっ怖がってんだ。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。なんか逆だ。やたらおとなしくない。お前の場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。喋んなきゃ。おめえがホームレスから金を巻き上げてたこと、組織の上の人間に俺が聞く。うわ、嫌な取引。そしたらどうなるかな。どうなるかな。てめえら俺を脅そってるか。脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ。そうだな、脅しだな。やってること脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ。あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら、ああそういうことか。殺しておくべきだったってな。最初から抹消しとけばよかったって思ってんだ。お前ら、あ、やっぱコブいるよね。俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。こういうやつ絶対子分連れて歩いてるの。横浜港に捨てちまえ。ブス、物騒なこと言うな。すごい後ろのイルミネーションみたいなピカピカのやつ、クリスマスみたいな。ハンピンリューマン手あっつー。アダッツさんのさ武器さ、キラキラしてて可愛くない。敵一体を誘う手。え、聞いてない。ちょっとあんたがセクハラしようとしたさっちゃんのとっても素敵なポーズ見なかったの。ほっ、あれ、なんか誰か巻き添え食らった人倒れた。あれ、周りの人めっちゃ弱くない。ボクサーサイズしよう。ボクサーサイズ。おにゃー、おお、いいじゃんいいじゃん。やってみろ。どうしよっか。バスタースマッシュ見せてやるよ。いけ。あーでも強いな、やっぱり傷とどめない。一番よい、手を倒した。周りに弱かったな。辻門になるの、手も。へー、そうなんだ。辻門情報強くなった気がするぜ。みんな強くなった。くたばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。もうどっちがヤクザかわからんわ。誰がてめえなんかに。じゃチクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか。そんなに怖いんだ。組織の忠誠心も大事だろうけど、人を信用してみろよ。そうだぞ。おめえを信用しろって。そいつはちょっと。いや、悪いことはしてないから。毒性やつだな。よし、じゃあチクリ開始。マジどっちがヤクザなんだよ。おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。もういきなり可愛くなっちゃったじゃん。喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。なんだっけ、マブチさんだっけ。ソープランドの店長。なんでマブチさんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接マブチに聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人はマブチさんなのか。私電話で聞いたのよ。
手下がラオマーって呼んでいるの。ラオマー。確かにマブシさんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？おい、て、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺、中国語は喋れねえんだ。え？え？あんた、リューマンなんじゃねえのか。バカ。ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが、この人何人なの？当たる俺ら世代は生まれも育ちも日本。ああ、そういうことなんだ。だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェイくらいのもんだ。同じレベルだわ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシな方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。なんか聞くよね、この戸籍がない子。字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ。死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから英語勉強したいんだよな。も頭が海外旅行行ったことないから行ってみたくて。俺なんか真淵さんと口も聞いたことねえよ。じゃあ真淵の居所は。知らねえよ。使えないじゃんて。だから知らねえって。何も使えないじゃん。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。でもなんでこのスナックでさ、ちょっとVIP扱いされてんだ。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。超下っ端じゃん。綺麗な顔して口は最悪だな。確かに。わざわざこんな店に潜入までして。本当だよ。無駄足もいいとこだったが。たく、お前も散々痛めつけといてひでえ言い訳だね。急に手がかわいそうになってきたな。リューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえな、こりゃ。本当に何も知らないの。まあいい、もう行っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことかわいそう。もう怯えて生きていくんだ、クテイは。どうやらお前なんか勘違いしてんな。な、何を。俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。でお前は被害者面してるけど、元はといやお前がやった悪さが原因だろ。まあ確かにそれとこれとはね、もう別、悪さは悪さだからね、まあ、でもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。一応一番の言うことを聞くんだ。信用しろってさ。もうかわいそう、見てこの顔、しょんぼりしてる。俺以上何も知らねえようだし、もう用はねえから、とっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはね。あ？え？他になんか知ってんのか。俺の知ってることといえば、そうだな、マブシさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎがハンピン貿易公使だ。ハンピン貿易公使。まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってマブチさんの会社から仕入れてる店がある。中華街かい。マブチは中華街が嫌いなんじゃねえのか。行きたくないんだけど。マブチさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰もマブチさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公使の輸入する品物はどれも一流品。しかも卸値が破格に安い。なんでずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはマブチさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。
今やまぶしさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほど。だいぶやり手だね。なるほど、それがまぶちの一番太いしのぎか。ってことはその反品貿易行使にまぶちは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度もバイトしてたこととかあるんだ。だから手が急に可愛く見えてきちゃったよ。浜北公園の奥に反品貿易行使の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、まぶしさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短い。いや思ったけど、やっぱそこ突っ込むとこだったんだ。さすがさっちゃんだぜ。荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。よし、俺たちもやってみねえか。反品貿易行使のバイト。マジか。あ、バイトすんの？そういう流れ？マブチに会えるかはわからねえんだぞ。とはいえ今つながる線はそれしかねえ。そうさ、直接会えなくったってマブチにつながる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに乙姫ランドが潰れて。あ、そっか、まれ潰れちゃったのか乙姫ランド。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若いやつらだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。宿っちゃくれねえぞ。なるほど。じゃあまたあの人に頼むしかねえな。すごいな、ハローワークないと死ぬな。ハロワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。倉庫のバイトもね、ちょっとだけしたことがあるんだけど、なかなかきつかった。悪くないわね。記憶がある。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。またハロワ集合で、オッケー。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。あのよ。お、何？テーも行く？うん。俺がホームレスから金を取り上げてたこと、本当にまぶしさんに言わねえでいてくれんのか？相当ビビってますけど。マジで怖えんだよ、まぶしさんは。何度も言わせんだよ。大丈夫だ。でも、あんたもなんで急に反品貿易行使の話をしてくれたんだ？本当に内緒にしてくれんなら、仮人になっちまうから。なんかすごい悪い人じゃないのかなって思ってきた。仮だなんて、やめてくれよ。信用してくれたんだね。ありがとうよ。友情芽生えてるじゃん。へへへだよ、へへへ。今度から女の子の嫌がることは。そうだよ、すんじゃねえぞ。浮気なんて舐めるんじゃねえぞ。今度からはキスとかお触りだけにして。どっちにしてもキモいけど。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。いや、もう最強にさっちゃんが一番怖いわ。最強。参った。さて、帰るとするか。ね、そう簡単には返してくれそうにないわよ。ん？ああ、チェ、さすがに目立ちすぎたか。ハンピンさん？あ、いっぱいいるね。なんとかここを抜け出すぞ。何は通りあたりまで逃げりゃ、こいつらも下手に暴れられねえはずだ。わかった。わかった。よし、行くぞ。どうやって？どうすんの？あそこ いっぱい人がいるから。ああ！こっち？何は通りってどこ？え？こっちか。この辺なのか。とりあえずあれか、こっちに行けばいいのかな。うわお！ぶつかっちゃった。ってる？こっちにでも通れないんだよね。今日も順調に迷子してるから。
逃げられた感じかな。巻いたね。ここまで来れば安全だな。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。さっちゃんどの辺住んでんだ、うん、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。え、待って、あの部屋に3人で結局住んでんの、狭くない？どうした？なんかいいわね。え、何が？あんたたち3人を見てると仲間って感じ。いや、さっちゃんも仲間だよ。実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。確かに。まあ男ってこういうもんよ。よし帰ろうぜ。サイコも夜道は気をつけてな。さっちゃんどこ住んでんだ？あいつなら襲われても追い返すぜ、きっと。失礼だな。あんなか細いんだぞ。襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ。やだ。どうした？かわいい。さっちゃんも一緒に飲めばいいのに。なになになに、あのよ、どうしたどうした。あれ、忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、あの、え、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え、そんな部屋でもよけりゃ来ねえか？お、いいの？おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか。いや、一番ってやっぱりなんか気が利くよな。あんた優しいんだね。なんだろう、すごい気が利くよね。なんでもない、ありがとう。いや、ほんと優しいと思うわ。じゃあこれみんなであの部屋で飲むの？狭いと思うな。こりゃびっくりだよ、さっちゃんも。ここって、まあそういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を曲がりしてんだ。すごい人たちだよね。そういえばそういう設定あったわ。身長にこんな場所があるなんて。おう、ついに女を連れ込むようになったか。久々に会ったな。誰の女だい？ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよ、おばちゃん。おや、そうかい。うん、私はね、こいつらにかけたので、私も命を預けようって決めたの。おお、なんか急に熱いじゃん。さっちゃん大丈夫か、そんなこと言って。熱いチームになってきたね。いい女に言わせたんだから、あんたたち後悔させないでよね。もちろん全力で頑張らせてもらうぜ。おお、絆レベルアップじゃないですか、この4人の。何飲むんだ？一番酒絶対さっちゃん強そうじゃない？あ、みんなで飲むとこ見れないの？残念、見たかった。あー、頭痛ぇ。俺も。ちょっと。やっぱり？どうしたのよ、あんたたち。ハローワーク行くんだからシャキッとしなさいよ。サエコ、お前、あんなに飲んだのに全然平気なのか？ん？あんなの寝酒程度よ。マジか。マジか。はあ、だらしないわね。全力で頑張らせてもらうぜ、なんて言ったのはどこの誰よ。ねえ、ほら、さっさとハロワ行くわよ。お、おう、あんなに酒の強い女、初めてだぜ。いや、予想できたよな、これ。足立さんが言うなら間違いないな。なるほどね。いや、いいんじゃない、すごくいいね。やっぱ一番っていい男だわ。難波さんもうちょっと見習ってよ。あ、この人、あ、この人はあれかな、あんたが春日さんかい？ヒロウさんから話は聞いてるよ。受付の人ね。報告したい案件はないね、特に。結構いるんだな、受付の人。
あ、カッパだ。ねえ、これカッパじゃね？ちょ、ちょ、ちょ、え、あれ、カッパどこ行った？カッパ、ほら、あ、ちょ、ちょっと、なに？カッパ取りたいのに、もう邪魔しないでよ。カッパ取ってたんだから。カッパ、カッパ、カッパ。バイトヒーロー .com で依頼のあったカッパ像の撮影ができたな。うわ、こうやっているの？むっついな。かわいいな、カッパ。へえ、こうやって探していくんだ。多分10体だったよね、確か。うわー、これはしっかり見ていかないと。これ相当見逃してる可能性あるな。よし、じゃあ仲も深まったことだしね。皆さん、ハロワに行きますよー。